今週のピックアップ。ただいま。あ、おかえり。今日ね、親戚のおばさんが来たんだけど、二人でどうぞってワイン持ってきてくれたの。じゃあ明日仕事も休みだから、軽く一杯行きますか。いいね。ね。じゃあ私もおつまみ作らなきゃね。じゃあ着替えてくるね。うん。ところで何を作るの？今日は美味しそうなエビを買ってきたから、アヒージョにしようか。そんなアヒージョの材料がこちら。エビ8尾、オリーブオイル1/2カップ、赤唐辛子を1本用意。ところでニンニクは？うん、実はね、これを使うの。え、桃屋の刻みニンニク？うん、これなら味がついてるから、入れるだけで簡単に味付けできちゃうんだよ。なるほどね。うん。まず、エビの背に包丁で切れ目を入れます。そしてボウルに移し、塩、片栗粉、水を少々入れ、もみ洗いします。水分を取り、フライパンに並べたら、桃屋の刻みニンニクを大さじ2杯から3杯、オリーブオイル、赤唐辛子を加えて火にかけます。エビに程よく火が通ったら、できました。エビのアヒージョです。すごいね。ニンニクの香りが香ばしいね。でしょ。うん。僕も何か一品作ってみようかな。え？ここにアボカドがあるから、これと桃屋の刻みニンニクでアボカドディップ作ってみようかな。すごい。最初に半分に切ったアボカドをスプーンでくり抜き、軽く潰します。そして1/4にカットしたミニトマトと桃屋の刻みニンニクを加え、和えるだけでアボカドディップの完成です。すごい簡単だね。でしょ。うん。乾杯。さてさて、じゃあ、はい、アヒージョいただこうかな。どうぞ。ん、これも本格的なアヒージョの味だよ。本当に、うん、よかった。ねえねえねえ、うん、アボカドディップもどう？うん、ありがとう。じゃあ早速、いただきます。うん、よいしょ。うん、うん、ニンニクとアボカドってこんなに相性いいんだ。うん、パンともすごくよく合う。本当に？うん。桃屋の商品って、ご飯のお供ってイメージなんだけど、こんなに簡単におしゃれな洋食ができるんだね。これなら他にもいろんな料理が作れそうね。うん。今回作ったレシピは桃屋のホームページに載っています。他にもいろんな簡単なレシピが載ってるので、ぜひチェックしてみてください。はい。